はい、こんにちは、ギタキン先生ことギタリストのキムヨンテです。今月のブラジル風モーツァルトいかがだったでしょうか。モーツァルトとビラロボスの名曲同士のなんとも楽しい融合です。ビラロボスの練習曲12番をすでにレパートリーにしている方はすんなり曲に取り組めそうです。そうでない方は逆にこの曲をきっかけに、せっかくなのでビラロボスの12番もレパートリーにしてしまいましょう。ビラロボスの練習曲はもう定番中の定番ですから、皆さんよくご存知だと思います。よく聞いて12番のスタイルをしっかり真似してください。冒頭部分、8分の6、このフレーズですね。これから1つ4分の3を挟んで、ここの4連符、ここですね。この4連符で流れがしっかり重くなっていく感じが表現できるといいと思います。アクセントを意識して弾きましょう。17小節からの2カッコは8分音符2つでほぼ平行移動する感じになっています。こうなっていますが、メトロノームを使い3つで1拍を数えられるようにしましょう。39小節のピューモッソから42小節のテーマに戻るまでは、AMI の3本指でそれぞれの指の1ストロークで強引に5弦と6弦を切っています。もちろん IM でそれを同じようにやってもいいし、それか普通に重音を弾くようにこう揃えて弾いても良いと思います。以上、ギタキン先生でした。また来月お会いしましょう。あ、来月。